先生よろしくお願いします。あ、わかりました、はい、はい、よろしくお願いいたします。どうも、今日はお招きいただきましてどうもありがとうございます。本当にありがとうございます。ツイッターで山瀬美っていう名義でソーショニクスに関する情報なんかをちらほらやってるものなんですけれども、フォローさせてもらってます。はい、ありがとうございます。そうですね、まずどういったお話しましょうか。お二人を、今回の経緯としては、お二人の動画を見て、はい、あ、こういうタイプなんだなっていうことを、僕なりに読み取ったものをお伝えしたら、関心をいただいて感動しました、いただいたっていう感じなので、はい、どうしてお二人がそういうタイプに見えたのかみたいなところからお話しするというような感じですよね。 ありがとうございます、はい。大体ちょっと前にお二人の動画、その YouTube でソショニクスってやってる人いるのかなと思って調べたらお二人の動画が出てきて、で、はい、その中でソショニクスのタイプ判定を実際にしてみようみたいなのをやりました。動画を見させていただいて、判定した感じだったんですけど、はい、で当時のことをこのまま思い出すと、結構ね、判定するのに実はもう10分ぐらいで終わってるんですよ。あらかたの検討がついてたんですね。我々の動画で。そうです、そうです、そうです。見てどんな人たちが話してるなのかなと思って聞いてたら、はい、IP の人と SLI の人たちの相対関係でチャンネルやられてるんだなって、パッと分かった感じだったんですね。不思議です。はい、はい、実はで、なんでそれができるかっていうと、今まで僕が山瀬美名義でなんですけど、もうソショニクスのタイプ判定ってもうずっとやってきたんですよ。もう何年もやってたし、何百人何千人ってやってきたんで。ちなみにそのやってらっしゃる場所は、キャリアコンサルタントしながら、そのご自身でそのどこで発信してるんですか？タイプ判定してるともう本当にもう日常生活からもう何から全てですね。もう出会う人片っ端、この人どういうタイプだろう、こいつどういうタイプだろう、でこの漫画に出てくるこのキャラどういうタイプだろうみたいなのを、はい、片っ端からやってたんで、はい、でそれを山瀬名義で発信したりとかしてたんですね、はい、有名人の人とかは特に。でそうするとある程度こう、なんていうの、このタイプはこういう人たちみたいな像みたいなものがこう明確にあってマッピングができてる状態なんで、はい、結構そのなんだろう、そうするともうなんか初めて会った人もこの人に似てるなとか、こういうタイプっぽいなとかってなんとなく当たりがつけられるようにもう今なってるから、すぐ分かるっていう感じなんですよ、はい、でもそれだとあんま説明にならないと思うんで、動画をもう一回ちょっと見直して、どういうところからタイプが見て取れるのかっていうのをちょっといくつかご紹介できればなと思ってます。特徴が、我々のソシオニクスのタイプの判定をやりますっていうのに特徴が出てた感じなんですか？そうですね、判定のもちろんそうです。判定の材料ってもうその人にまつわるもう全てが何でも材料になるんですよ。はい、例えばそのどんなことをおっしゃっているのかとか、どういう活動されているのかとか もちろんそうだし、はい、こう活動ね、顔の造形とかもやっぱり特徴出ちゃうし、姿勢とか服装とか。なるほど。すごい極端な話すると、例えばスポーツ選手なんかスポーツとか見てて、スポーツそのプレーの様子見てて、なんか大方なんかこんなタイプなのかなとかって分かる時もあります。体壁みたいですね。体壁みたいですね。ただソショニクスに紐づいてるやっぱ理論ってあるんですよ、そのあたりって。なるほど。で先ほど動画を見て、はい、はいはいはい、そうですね、ちょっとメモってるのがあるので、はい、はい、どうぞ。すいません、ちょっと振り返りながらみたいな感じになっちゃうんですけど、はい、ですか。あの動画見られてた方の方が多分想像がしやすいのかなと思うんですが、はい、はい、大丈夫です。で、まずパッと見た瞬間からなんですけれども、はい、全体の動画を通して、二等兵さんと隊長さん、はい、で、二等兵さんの方がやっぱり発言のまずボリュームが多いんですよ。内容ないけど全体から、
さん喋る。はい。そうですね。あ、ボリュームが多いっていうことなので、このあたりから、まあ、なんとなく、まあ、三上さんはおそらく代行型に近いんだろうな、っていうことがわかるし、隊長さんは代行型なんだろうなっていう、まあ、なんとなくこう、まあ、そんな感じかなって始まったところでした、まあ、最初は。で、そこから例えばその、最初の質問が、後悔しやすいのは活動しすぎた時だ、もしくは活動しなかった時だっていう二択があの判定の中で出てきていたと思うんですが、あれっておそらくあの質問って外交性内向性について問うてる質問なんですね。で、この質問ってただお二人回答するのにかなりそうなんですよと思うんですよ、はい、で、出だしてそれはもうもちろんその通りで、僕も外交性内向性の通ってる質問だから分かるんですけども、どっちを捉えたら外交性になるんだろうかってのはあの質問じゃ分からなかったっていうのがあるんですね、はい、パッとは、はい、で、それを、まあ、お二人も多分現場でそれを感じられて、どういうふうに解釈しようかっていう情報代謝が、まあ、ソシオニクスで言えば情報代謝が二人の間で行われている様がそのまま観察できるっていう場面だったんですよ、はい、で、まあ、主になんですけど、まず伊藤平さんが、まあ、こんな感じですかねって、なんか解釈を述べたんですよね、はいはい、でそれに対して隊長さんの方が、いやでもこれはこういう風に捉えたらこうだけども、こういう風に捉えたらこうだよね言う、そうそう、言う、要は論理的な整合性がどちらで取ればいいのかっていう風に、なんかこう検証されてたように見えたんですよ、うん、あれって隊長さんが、ということは、あ、このお二人の中では論理の情報の代謝っていうのは主に隊長さんがやられてるのかな、うん、っていうふうにまあ当たりがつく。だから論理型なんじゃないか、内向型で論理型なんじゃないかっていうのがまあ分かる場面だったかなと思います、うん、論理ってああいうふうなんですか、ね、仮説を何個も仮説、どれが筋が通るかなみたいなことは考えます。そうですね、はい、で、まあその後、まあ、ちょっと先取りになっちゃいますけど、後々なんかその面白かったなと思った発言で、隊長さんがおっしゃってたのが、論理ってそれ自体が知りたいわけじゃなくて、成功にするために必要だから論理っていうものがあるんだっていうふうにおっしゃってたところが、うん、場面があったと思うんですよね、うん、成功するために理屈が必要だからそれを知りたいだけみたいなことをおっしゃってたところがあったと思うんですけど、これってこの発言から僕何を見たったかっていうと、論理それ自体よりもどうやってそれが成功に結びつくかっていう、まあその価値観の違いですね、優先度の違いなんですけど、これってソシオニクスで見ると TI と TE でどっちが優先してるのっていう見方ができるんですね。ってことは、その発言をそのまま取れば、隊長さんは内向論理よりも外向論理の方を優先しているんだっていうふうに聞き取れるわけです。はいはい。ってことは、クワドラとして見たときに、ガンマクワドラのタイプなのか、デルタクワドラのタイプなのか、どっちかっていうのがなんとなくわかる。で、なんか中で なおかつ内向的で論理的なタイプっていうのが、まあ、うん、だんだん絞れていく感じなんですね。ここまで大丈夫ですか、なんか一人で喋ってると、はい、なんですけど大丈夫です。で、ちょっとじゃあまたちょっと戻りますけど、仕事や趣味は新しいことに次々と着手する方だ、あるいはやることをいくつかに絞る方だっていう質問が2問目であったと思うんですけど、うん、ここではおそらく合理的なタイプなのか非合理的なタイプなのかっていうことを多分この質問は問うてるんですね、多分ですけど、はい、で、この2人とも新しいことに次々着手する方だということだったので、これ非合理タイプで2人とも共通しているんだなっていうふうに、うん、まあ、読み取りました。そこは非合理、はい、うん、まあその合理タイプと非合理タイプってよく MBTI では知覚型判断型とか柔軟型規範型とかっていうふうな呼び方されるのと、ね、まあニアリーイコールなんで、J と P がソシオニクスだと、うん、合理非合理、合理と非合理になる、そういう感じです、はい、J が合理、そうです、そうです、 P が非合理、非合理、J なわけないじゃん、近いと言っていいと思いますで、まあ、2人とも非合理なタイプだなってことが分かったんで、そうすると、まあ、まあ、SLI とか IE というタイプっていうのは、まあ、かなりもう有力な候補に上がってくるんですよ。あと特徴的だったのは4つ目の質問で、簡単なのは全力を注ぐことなのか上手に力を抜くことなのかっていう質問があったりとかしたと思うんですけど、あれって
おそらく質問の意図はクワドラを多分判定してるんじゃないかなと思ったんですね。ガンマクワドラとベータクワドラの人たちっていうのは全力を注ぐことが基本的に得意で、アルファクワドラとデルタクワドラの人たちっていうのは力を抜くことの方がまあ得意だっていうふうに言われるので、おそらくそこだったと思うんですけど、まあ、お二人のその中での解釈は多分そこにはちょっと焦点が当たらなかったんですけども、隊長さんが基本的にいかに力を抜くことかばかり考えてるっていうおっしゃったんですね。確かでこれってもうすごくサブタイプで僕が言ってるハーモナイザーっていう、まあ、要は脱力系っていう日常語で多分いいと思うんですけども、うん、にの特徴をそのままおっしゃってくださっているような感じだったと、うん、あるいはこれって、まあ、SLI っていう人たちに共通する実は特徴でもあるので、うん、やっぱりまあ SLI に近いんだなとかってのが分かってくる、うん、はいどうぞ、はい今ちなみにサブタイプっておっしゃいましたが、はいうんはい、ソシオニクスではサブタイプは何タイプあるんですか？ですね、サブタイプは理論がいっぱい乱立しているんですよ、実は。で、今一番その僕が推してるというかですね、主に運用しているというかは DCNH サブタイプっていうサブタイプを4タイプに分ける方法ですね。それがドミナントの D と、はい、クリエイティブの C とノーマライザーの N とハーモナイザーの H。 各16のタイプにこの4つが加わるんですね。そうです、そうです。そうすると結果的に64タイプになりますみたいな理屈です。